43分のゲームに敗れたドラゴンズ、名古屋からの移動で高木監督もお疲れといった様子。先発の山本正弘は初回、広沢に2点タイムリーヒットを打たれて先制されます。結局山本は2イニング3失点でマウンドを降りました。ヤクルト先発山部の前に元気のなかったドラゴンズ打線でしたが、後半ようやくお目覚め。7回には中村に第6号ソロホームランが飛び出し、3対2と1点差に詰め寄ると、8回にはパウエル、ヤクルト3番手高津から第17号ソロホームラン、ついに3対3同点に追いつきました。押せ押せのドラゴンズ、9回ランナー2塁と勝ち越しの場面にジェームズがセンター前ヒット、セカンドランナー高いホームに突っ込みますがタッチアウト、飯田の好返球に阻まれます。その裏ヤクルトはノーアウト満塁とサヨナラの場面を迎えますが、金森、クラーク、広沢が凡退。ドラゴンズにとっては2日連続の延長戦に突入です。10回裏ヤクルトは2アウト満塁、今度こそサヨナラなるか。バッターは飯田、ヤクルトサヨナラ勝ち。大喜びのヤクルトでしたが、負けたドラゴンズ、疲れの残る敗戦で7連敗です。監督はチャンスに打てない打線に今日は言葉も出ませんでした。ヤクルトも今日は故障でクラーク、ハウエル、池山の3人を欠く打線。高井監督はベテラン小松に連敗脱出を託しました。しかし小松は1回にもらった2点のリードを守れません。2回、4番の広沢にツーベースヒットを打たれます。続く5番の畑にはあわやホームランというタイムリースリーベースヒット、1点を返されます。さらに不審の古田にも打たれ、あっさり同点とされます。この3連打が眠っていたヤクルト打線に火をつけました。9番ピッチャーの岡林も続きます。岡林の絶妙のヒットでランナーが帰り、3対2中日試合をひっくり返されます。ヤクルト打線はこの後も多彩な攻撃で圧倒。中日は2年ぶり屈辱の8連敗です。広島ヤクルトに負け続け8連敗のトンネルに入ってしまいました。1回今日は打線が奮起します。ヤクルトの先発伊藤から彦野の内野安打で満塁とします。そしてベテランの二村は得意の右狙いをきれいに決め、中日3連打で2点を先制。ベンチに連敗脱出へのムードが生まれます。しかしすぐに角が捕まってしまいます。フォアボールのランナーを置いてヤクルト3番の土橋、角が不用意なストレートを運ばれあっさり同点にされます。さらにヒットの広沢を一塁に置いて畑、カウント1-3から角またも不用意なストレート、4対2と逆転されます。しかし今日の中日は粘ります。6対6同点の展開で6回、ヤクルトの4人目荒木からパウエル18号ツーランを叩き出して試合を決めました。ところが試合は阪神ペース。8回オマリー、ヤクルト先発西村からタイムリーツーベースを放ち、4対2と阪神が勝ち越します。その裏ヤクルトは2アウト満塁、絶好の追撃のチャンスを迎えてバッターは4番広沢。しかしあえなくショートゴロ。このゲーム4打席凡退と大ブレーキです。ヤクルトは9回裏、バッターハウエル、左中間スタンドへ第18号ソロホームラン、4対3と1点差に詰め寄ります。2アウトになって代打大野、なんとなんと土壇場でヤクルト4対4同点とします。延長に入って10回、ランナー1塁2塁として主砲広沢、和成君も声援を送ります。打った、打球はライトスタンド一直線、第23号スリーランは主砲の面目躍如のサヨナラホームラン。4番の一発でヤクルトが逆転勝ちです。プロ生活1回ぐらいは子供を連れてこようと思ったんですけども、まあ、今日は最初で多分最後になると思うんですけど、まあ、もう大人になったら覚えてないと思いますけど、自分にとってはいい思い出になりました。だけでなと2回、この回先頭のハウエルでした。タイガース先発山崎から2試合連続の第19号ソロホームラン。続く畑、こちらもライトスタンド一直線の第7号ソロホームランを放ち、ヤクルト2対0とリードを広げます。ヤクルト先発は石井、いつもはフォアボールから自滅することの多かった石井ですが、今日はコントロールが安定していました。バックの守りが支えたのはもちろん、石井自身も変化球が冴えました。
野村監督の指導で大きくゆったりと投げるピッチングフォームに変えたことが功を奏してタイガースに得点を与えません。ヤクルトは4回ワンアウト満塁という場面でスクイズを敢行。大技あり小技あり、この後も得点を重ね8対0と一方的な試合となり、残る興味は石井のプロ初完封がなるかどうか。迎えた9回、石井は2アウトを取ったものの新庄のこの内野安打でランナー1塁2塁、ヒット1本で完封勝利が消えてしまいます。石井プロ初完封達成なるかどうか。ピッチャーゴロ、これで5勝目をマーク。ヤクルトは対タイガース戦勝ち越し決定です。立ち上がりからコントロールに苦しむ鈴木哲は3回、1点を失った後ワンアウト2塁から広沢克己に真ん中のカーブをレフトスタンド中段へ。この回畑にもソロホームランを浴びて4失点ノックアウトです。しかしこれがちょうどいいハンディになるんですから、今の広島は恐ろしい限り。まず3回1点を返して5番メディーナが目の覚めるようなクリーンヒット。一度火がつけば赤ヘル打線は止まりません。続く金本もライト線へタイムリーツーベースを放って1点差に詰め寄ります。さらに4回野村の犠牲フライで同点とした後、昇段前田智則が続けざまにツーベースヒット。今シーズン相性の悪かった山田をめった打ちにして一気に逆転しました。そして5回は先頭の6番金本、小倉のフォークをバネの効いたスイングで弾き返しレフトへの13号ソロ。野村のタイムリーと合わせ広島はリードを4点と広げます。三村監督は7回途中から笹岡を投入。ワンアウト満塁のピンチは金森を三振に。続く8回もワンアウト三塁一塁という正念場を迎えますが、クラーク広沢を抑えそのまま逃げ切りました。あまりにも強い広島、ついに5年ぶりの10連勝と、もうノンストップです。ホームの巨人戦までは負けられないという三村監督がマウンドに送ったのは2桁10勝をマークしている近藤。立ち上がりは無難なスタートでしたが、2回5番のハウエルを迎えます。ワンストライクツーボールから真ん中高めのカーブでした。会心の当たりというハウエルの20号ホームラン。今日もヤクルトが先制しました。ヤクルトのマウンドは2試合連続完投勝利中の岡林。3回までヒット1本の広島ですが、4回この回先頭前田智則。広島3回に続いてノーアウトのランナーです。続く江藤、岡林、内木に流行る江藤に初球カーブです。内木を晒しました。そして5番メディーナ、4-6-3と渡ってダブルプレー。岡林の緩急をつけたピッチングに広島タイミングが合いません。6回に1点追加された広島、9回先頭の前田智則。広島これが6本目のヒット、いずれもノーアウトからのヒットです。このあと2アウト1塁2塁となって7番の音、変化球をレフトへ。前田がホームを踏み、広島土壇場でようやく1点を返し、なおも2アウト1塁2塁同点のチャンス。しかし代打の山田は三振、広島は2対1で惜しくも敗れ、連勝は10でストップしました。いいと手応えをつかんでいる広島の三村監督。その広島、2回4番の江藤がフォアボールで歩きます。ヤクルトのマウンドは広島戦3勝をマークしている伊藤。ワンアウト後6番金本、トゥエンドワンから高めのストレート、昨日はチャンスに凡退して悔しかったと話す金本。最初の打席で意地を見せ14号先制ツーランホームラン。4回に1点加えた広島、5回3番の前田智則、この回から登板の岩谷、これで5番。4番の江藤、変わった大阪のフォークボール、ツーアウトからの連打で三塁一塁。今日スタメンを外れたメディーナが代打で登場。昨日ブレーキになったメディーナは変わった山本のストレートを叩きます。4対0、なお一塁二塁で先制ツーランの金本、真ん中低めのボールをすくい上げました。この試合2本目、15号スリーランホームラン、これで勝負が決まりました。中4日で登板の木頭、ストレートに力があり、フォークボールも伝え、ヤクルトに決定打を許しません。プロ11年目で初めての完封。4試合連続完封勝利で14勝目、原ダービー単独トップに立ちました。